皆様こんにちは、ロリンザスタッフの黒川です。本日は広島市の出張買取を希望された F 様に直接お話をお伺いさせていただきました。恐れ入りますが、出張買取を終えられてのご感想をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。まず最初にお伺いしたいのが、出張買取をされる際にどんなことでお悩みでしたでしょうか。またなぜロリンザで売ろうと思いましたか。お洋服がたくさんあって置き場に困っていました。ロリンザスタッフさんのご紹介でこちらを選ばせていただきました。はい、ありがとうございます。次に、買取業者を選ぶ際にどのようにロリンザをお知りになりましたか。またお売りになる前にロリンザのことはご存知だったでしょうか。インターネットで事前に知っていました。はい、ございます。今回お売りになると決めたときに他社様のお見積もりはご依頼されましたか。はい、してみました。弊社をお知りになってからすぐにお見積もりのご相談はされましたか。いいえ、査定額との差を知りたかったので他社のお店に行ってみました。はい、最後にロリンザに買取依頼をいただきました決め手というのは何だったでしょうか。買取で女性スタッフの方が同行してくださり安心できるなと思ったのでロリンザさんにさせていただきました。はい、ありがとうございます。